ちゃ、こんにちは。さあ、新庄監督続投が決まりました。あ、よかったね。よかったです。いや、あの、よかったっていうのはさ、はい、いろいろ話をした時があってね、はい、このチームには新庄監督しかないなと思ったし、はい、で、新庄監督が2年間ね作ってきた、まあ、意識だとか、まあ、選手だとか、まあ、いろいろあって、やっぱ3年目にある程度もう形になるから、まだ今年っていうのはやっぱ思考という面では育ちきってないし、でも選手個々の能力っていうのはものすごく上がったと思うんだよね、はい、だからやっぱ来年、まあ、勝負といってもなかなかまあ難しいけどね、まだね、まあ、チームがどういうふうになるか、はい、噂がポスティングでいくとか、まあ、加藤が FA とか、はい、まあ、色々あるから、まあ、ちょっとわからないけども、でもある程度の形には来年は確実になってくる、そうさせると思う。うん、で、9月27日に正式に続投することが決まって、まあ、新庄監督もそれを受諾したという形で、はい、小村球団社長と記者会見一緒に臨んで、この世界は結果が全て、来年も今年のような成績であればユニフォームを脱ぐ覚悟で死ぬ気で選手を成長させていきたいと思います。で、小村球団社長も数字上は満足できるものではないが、クライマックスが狙えるところに来ていて、ファンの期待も大きかったが、なかなかその後いい結果が出てこなかったのは事実。ただこの結果で満足することはしていないが、来年以降の活躍を期待したい、優勝してほしいですというふうにコメントを記者会見で出しました。そうだね、はい、まあでも今年じゃあ勝負できるかっていうとさ、俺はできなかったと思うよ、うん、でなかなかね、はい、メンバー的にも思考的にも、でもやっと形が整えつつあるからね、まあ、来年も本当に期待してるし、うん、ただね、俺新庄監督見てると勝たなきゃいけないっていうのは基本的にあるけども、見ていてワクワクする、うん、そういった試合っていうのは俺日本ハムが12球団ナンバーワンだと思うんだよね、はい、でそうなってくると、その見せるとかプレゼンするとかいろんなことっていうのはやっぱり新庄監督が一番長けてるのかなっていうふうには思うから、はい、だから成績を抜んで測れない監督だと思うよ。そうですね、うん、だから俺はすごく魅力を感じるしね、うん、楽しいし見てて、はい、次何やるみたいな、うん、あ、これやるみたいな、はぁーみたいなねそう思うよ。そうですよね、うん、時々あ、これやめとけよみたいなところはあるけども、うん、はい、でもやっぱ守りっていう頭が全くない監督だし、うん、やっぱ攻め一本でいってる監督だから、やっぱチームにとって勢いが出るよね。あと、あの、今シーズン終盤に来て下から上がってきた若手の選手がホームランを打ったりとか、そういうあの来年につながるような若手のまた兆しっていうのも終盤で見え始めてるっていう、まあ、あるな、はい、まあ成長するような環境を作ってるよね、若手が、はい、でベテランっていうか、まあ、中堅どころでも清水がキャッチャーのね、はい、今年もう顔見れないかなと思ったんだけど、まあ、上がってヒーローインタビュー受けてる、はい、うん、まあ、そういう姿を見ると、あ、もう全体的にその好き嫌いではなくしっかり見極めてるなというね、まあ、そういうことも感じるし、はい、非常に俺はいい監督だと思うよ。で、今年言われてたのは打順をある程度固定しますっていうふうに当初言われていたんですけれども、うん、やっぱりなかなか新庄監督も固定がしづらかったシーズンだった。これは来シーズンになると固定になってくる、まあ、ある程度ね、うん、ある程度は固定になってくると思うし、固定というよりもそこの打順に置いてどういう思考を持って野球をやるかっていうのを測ってる感じがするよね、今シーズンは、うん、だからいろんなところで試して適性を見てるとか、まあそこじゃない、こいつは頭悪いなとか、うん、あ、こいつは頭いいなとか、うん、まあ、そういうことはね、こう厳しくないようだけどめちゃくちゃ厳しいからね、そこら辺のシビアで、うん、だから新庄監督っていうのはよく見てるし考えてるから、だからそこら辺を選手たちが甘えないようにね、監督のせいだからここは失敗していいんじゃないってね、失敗の中にも得るものがないとさ、で成功した中でもやっぱ反省すべき点っていうのもあるし、そこら辺を新庄監督がしっかり見ながらやってるね、うん、そういった意味ではあのチームをこう変えていったよね、はい、戦う集団に、だからその総決算として3年目っていうのがあるけども、うん、まだ俺は勝てないと思う、来年も、いや、その新庄監督の思考が全部に行き渡ってないから、はい、あの選手これはね、行き渡ったら強いチーム間違いない、それどういう分がまだ行き渡ってないなっていうふうに、いや、それはまだまだ野球が甘いもん、うん、
選手たちの、それは新庄監督がこう持ってる野球じゃない、うん、やっぱ守りっていうのはものすごく、守備っていうのは大切にしてるけども、それはあえて口に出さないよね、うん、まあ、やるだろうって、うん、自分たち考えて何をするかっていうのも見てるし、だから新庄監督にあと3年やってほしいな、あ、プラス3年、あ、だから5年、計5年、計5年、計5年やったら5年目には必ず優勝すると思う、俺は、うん、じゃあ来年だけだとまだもったいないっていうことですよね、だあれだけやっぱこうさ、うん、結果だけは絶対見るでしょ、日本ハムどうなったかな、うん、え、これどう、何が起きたみたいな、こうやってすごいさ、え、真ん中に2打席連続ホームランみたいな、はい、え、ついでに清宮も打ったみたいな、はいはい、まあ、ついでに申し訳ないけどあれ今川出てない、うん、あ、どこ行ったんだみたいな本当にそうですよ、まあ、そうそうそう、今川、あ、代打出てた、また三振みたいなお前本当にまた来るぞみたいなそうです、ね、いやだから俺はね、新庄監督にね、本当に計5年やってほしいな、うん、そうすると花開きますか、俺は花開くと、うん、やっぱね3年じゃ無理だよ、うん、なかなか難しい、これ一からやってるから、そうですね、ああ新庄監督は掘り起こしからしてるから、もうピッチャーもバッターもそうですもんね、そうそうそう、だからそれが整う、ドラフトも含めて整うのが5年、5年目で勝負、うん、で優勝できなかったら新庄監督はスッと消える、うん、ね、で優勝したら10年契約、10年、うん、いやもうね、うん、まあ、ああいう監督ってコロ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 変えてもダメなんだっていやもう次の監督が大変だから、やっぱね、新庄監督の思考と他の人の思考って全然違うから、そしたらトンチンガンが来たらまた一からになってしまうよ、チームが、そうです、ね、だからもう新庄監督に任したんだったら任したで、うん、ね、5年目で優勝、優勝したら大体何年間が続くから、はい、ああいうチームっていうの、うん、そうなってくると10年監督、それが理想ですね、一番、うん、5年で優勝できなかったら俺がやる、ものすごい魅力がある、新庄監督の気づいたものを豊さんが継承して、さらに豊さんの言うだから新庄監督のやり方とか思考が分かったからね、うん、話をして、はい、選手として彼らは厳しいプレッシャーをかかりながらみんな楽しくやってる、うん、で傷の舐め合いじゃなくてやっぱね補うことは忘れてない、はい、そういう素敵なチームになってるから、だからそれを作り上げた新庄監督の思考というのは俺は評価するし、はい、俺はそうだな、計5年後、2026年には優勝する、はい、そうか、じゃあひとまず、はい、来年一応1年契約だと思うんですけれども、はい、じゃあ来年今の日本ハムに求められることっていうのは、1年目2年目新庄監督の3年目の日本ハムはどういうことが求められて、どうならなきゃいけないっていう、確実性だよね、うん、まあ、失敗してもいいんだよ別に、でも10回やって今は5割から6割ぐらいの成功率がある、はい、これを8割ぐらいに引き上げれたら、うん、俺はものすごく面白いチームだなと思う、これはキャンプでの練習、それともやっぱ実戦で、実戦でもやらしてるから、うん、でも練習ではできないと、実戦でできないって思ってるから、はい、だからこういう動きをしたらどういう風になるかって心理までやっぱ思考しなきゃいけなくなってきてる、はい、それはある程度選手は分かってきてるんで、うん、だから、まあ、成功率を上げるということだよね、選手たち、今までの野球が間違ってるとは俺は一切思わないし、はい、選手の起用だとかいいと思うんだよ、これが新庄野球なんだから、はい、だからそれは自分の中で続けながら確率の高い選手をどん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 使っていくということで、あとは例えばじゃあまた来シーズン3年目また厳しくなると思うんですけれども、うかうかしていられない選手っていうともちろんいると思うんですけれども、誰だと思う、誰ですか、新庄監督は人で野球をやらないから、うん、どんなスーパースターであってもチームに必要ないと思ったら切るから、うん、それができる唯一の監督だ、人では戦わない、うん、やっぱ戦略戦術、うん、やっぱこうチームワークというかさ、はい、そういうので戦っていく監督だから、うん、うかうかできないのは、仮に万波が今年ホームラン王を取ったとしても、うん、いらないと思ったら一切使わないと思う、来シーズン、うん、それはプレーを見て判断するってことですか、ね、うん、いやそれはもちろん清宮だってそうだと思うし、うん、だからスターを7人作りたいっていう第1号がやっぱ万波になるかなっていうふうに、で清宮が続くかなって、うん、思っててもこれはチームに必要ないと思ったら切るから、多分
そのぐらいやっぱ彼は厳しいよ、うん、やっぱ有言実行やるからには自分にとっても厳しいから、はい、でものすごい繊細だしね、うん、まあ、繊細じゃないように振るってるけどいろんなとこに神経が行き届いてるから、だからいらないと思ったらいらない。もうそれは来年のキャンプからもう始まるっていうことですもんね。 そっからだから使われなかったらトレードしてお願いしますみたいな、万波よみたいな、まあそういうことも誰みたいな、もうみんなすっごい来ますよ、球団から来るでしょ、はい、でもそれをやっぱできる監督、それを分かってきてるからみんな緊張感も持ち合わせてきてるんだよ、うん、必死ですよね、必死なんだよ、うん、だから俺はやっぱこうプラスあと3年上げてほしかったなという。でも新庄監督は自分にもプレッシャーを与えるために1年でいいって多分言ってると思う、はい、うん、まあ、そういう監督だよね。そうですね、だからものすごく俺期待感はあるし、2026年には予想は日本ハム優勝ってなってる可能性が強い。強い。でもファンはあ、よかったみたいな、日本ハムが1位だみたいな、外れるわみたいな、なんでだ、裏ね、裏を読んで、裏よく行くよね豊かみたいな書かれてるけど、はい、まあ、豊かさんはその2026、3年後っていうふうにおっしゃいましたけれども、はい、でも来シーズン、もちろん A クラスは十分に考えられる、もう新庄監督はもちろん優勝しか目指さないと思うんですけれども、まあ今年優勝すると言って、うん、勝たなきゃいけないという思考がどこまで育ってるかだよね、選手が。だからそれはやっぱ監督が一番こう見ながら感じ取ろうとしてるところだから。勝つって言ったのはやっぱその思考をこう負けてもいいという思考から、うん、勝つっていう思考はどういうふうに考えればいいのか、はい、どういうふうに野球を進めていけばいいのか、どういう打席を送ればいいのか、それはやっぱこう新庄監督が言葉によって思考を変えていってるよね、うん、だからその勝たなきゃいけないという思考がどこまで育ってるか、うん、だからそれによって全然来年が変わるという、うん、だからそれはおそらく新庄監督は読み取ってるはずだよ。なんですね、ああだから面白いよ、すごく一番形が見える監督だから。ああ、だから見ていて面白いというか面白い楽しいですよね。面白い、それを絶対曲げないし、はい、全部に浸透させようとしてるから、はい、だからこれは面白いけど、はい、まあね、来季続投というのが、まあ、セ・リーグでは中日の立浪監督が続投というのをいち早く決まりまして、はい、で次に、まあ、続投が表明されたのが、はい、この新庄監督なんですけれども、そうだな、はい、両リーグとも最下位のチームから決まっていくんだな、珍しいですよね。いや、まあまあ契約があるだろうしな、まあ、そうですよね、うん、俺は期待をしてる。そうですね、来季のね、楽しみだよ、はい、楽しみにしたいと思います、はい。